毎週キングコング。どうもキングコングの西野ひろです。まず最初にですね、本日の毎週キングコング2人揃わずにですね、私西野ひろ一人で、お届けすることになったことを深くお詫び申し上げます。どうしてもですね、これはちょっと梶原雄太抜きで、私一人でお話しすべきだなと思ってですね、こういう時間をいただきました。私今アメリカにおります。アメリカのホテルでこうやってちょっと自分の気持ちをですね、まあ、こうなだめながらっていうのか、いろいろ思うところあるんですけれども、あまり感情的にならないようにですね、皆様に大切なお話をさせていただきたいと思います。非常に腹立たしい報道がありました。今日はこのことについて、皆様にご説明、そしてですね、私の正直な気持ちをですね、皆様にお届けできればなと思います。今日は本当に、なんていうか、そのいつものおちゃらけた感じではなくてですね、まあ、ここだけは本当に大切にしている部分ではあるので、なんかご理解いただきたいなと思います。フラッシュさんの記事です。今週ありましたフラッシュさんの記事です。記事のタイトル、読み上げます。応援する気になれなくなった。キングコング梶原テレビ出演にハングリー精神なくなった発言にファンがっかり、というですね、記事が今週上がりました。ちょっとだけ紹介させていただきたいと思います。7月7日に更新されたお笑いコンビキングコングの YouTube チャンネル毎週キングコング内で飛び出た梶原雄太の発言に批判が集まっている。動画のタイトルはおにぎりアメトークの反省トーク。動画内で梶原は6月27日に放送されたアメトーク過去テレビ朝日系のあれから5年、激動の同期芸人企画に出演した際の反省点について語りつつ、これまでの芸人としての人生を振り返った。もう無理ですと切り出した梶原さんは、大人数での収録現場が苦手だと前置きし、過去自分にハングリー精神がないのよと告白しています。梶原の徹底的なやる気ゼロの態度にがっかりした視聴者も多いようで、動画のコメント欄にはっていう、まあ、続いてるわけですけども、これ先週の毎週キングコングのことですよね。でこれがっかりした視聴者っていうのはですね、まあ、動画のコメント欄にはってありますから、毎週キングコングの、視聴者の方でしょう。先週の、配信を見てくださった方のコメントが、週刊誌、フラッシュにですね取り上げられてます。梶原の徹底的なやる気ゼロの態度にがっかりした視聴者も多いようで、動画のコメント欄にはハングリー精神モチベーションがないならテレビのオファー全て断ってほしい、梶原さんのこと好きで応援してたけど今回の言い訳で応援する気になれなくなりました。何なのこの言い草、アメトークやる気ないなって見て取れるし、番組にキャスティングされてギャラももらって出ているのに、モチベがないなら、違う、モチベがないからですね、これは。モチベがないから前に出れないとか意味わからん。モチベーションがない的なこと連発していて、シンプルにアメトークスタッフに対してさすがに失礼といった批判の声が寄せられた。毎週キングコングの視聴者さんから、モチベがないから前に出れないとか意味わからんといった批判の声が寄せられた。相方が言わせてください。毎週キングコングの視聴者、お前らにだ。
梶原雄太はな、モチベがあっても前に出れねえんだよ。やる気があっても、モチベがあっても、テレビで前に出れねえんだよ。お前ら何も分かっちゃいないな。お前らはそもそも前提が間違ってる。梶原雄太は、モチベがあれば、やる気があれば、テレビで前に出て、縦横無尽にスタジオを走り回り、バカすか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 笑いを取れる、その前提で、このようなコメントをしてる。だから出るんだろう。モチベがないから前に出れないとか意味わからん。俺前提お前ら、梶原雄太がモチベがあったら笑い取れるって、そういう前提じゃねえかお前ら。梶原雄太のことを誰よりもわかってる俺が言わせてもらう。無理だ。俺はあいつのことを25年間ずーっと一番近くで見続けてきた。じゃあ聞こう。毎週キングコングの視聴者、お前らにじゃあ聞こう。梶原雄太のことをいつから応援してくれているのか俺は知らない。去年なのか、一昨年なのか、5年前なのか、10年前なのか、はたまた20年前からなのか、いつから梶原雄太のことを応援してくれているか俺は知らない。ただな、聞かせてくれよ。おいお前ら、梶原雄太がテレビで笑いを取ってるところ一度でも見たことあるか。ねえだろ。俺は答えを知ってる。ねえんだよ。24年間一緒に走ってきて、梶原雄太が笑いを取ったことなんて一度もねえんだよ。ただの一度もだ。ないぞ。梶原雄太がテレビで笑い取ったことなんてないぞ。今日の放送、梶原雄太本人が見てるだろう。梶、ここは俺に言わせてくれ。何も言うな。お前の気持ちは俺が代弁してやる。このバカ視聴者どもに俺が代わりに言ってやる。梶はゆっくり休んでおいてくれ。俺が言ってやるよ。おいクソども、お前らのことだ。毎週キングコングの視聴者、お前らのことだ。何も分かっちゃいねえなお前ら。梶原雄太の気持ちを何も分かっちゃいねえな。バットを振っても、バットを振っても打てねえから、バットを振る気になれないと言って気持ちをごまかしてるんだよ。振っても打てねえから、いやー振る気になれなかったなって言ってんだよ。にもかかわらずお前らはバットを振れという、やる気を出せという、お前ら梶原雄太がバットを振ったらヒットを打てる前提じゃねえか。それは梶原雄太を追い詰めてんだよお前らは。ニューヨーク、梶原雄太が面白くねえって言ってんじゃねえんだよ。面白くねえやつと24年間コンビ組むやついるか。梶原雄太が面白くねえって言ってんじゃねえんだよ。 YouTube 見ろよ、ガチサックチャンネル見ろよ。笑い取ってんだろ。梶原雄太の才能を否定してるわけじゃねえんだよ。ガチサックチャンネル面白いじゃねえか。たくさん笑い取ってるな。ただな、カジサックチャンネルと
テレビは違うんだよ。カジサックチャンネルにはトンボ、安竹、常という愛想笑い三重師がいるだろう。何言っても笑う奴らだよ。梶原裕太の気持ちを良くしてくれる、何を言っても笑う奴だ。愛想笑い三重師がいるから梶原裕太伸び伸びやれるんだよ。じゃあテレビの収録にトンボ、安竹、常、あの愛想笑い三重師いる？テレビの収録現場に愛想笑い三重師いる？いねえよな。いねえんだよ。テレビのスタジオにいるのは面白い面白くないを正しく判断できるプロのスタッフさんだけだ。おい、クソ視聴者ども、梶原裕太がプロの正しくお笑いを判断できるスタッフさんに囲まれて笑い取れると思ってんのか。取れねえよ。取れねえんだよ。身内を笑わす男なんだよ。外に出すんじゃねえよ。身内、うちうちで、うちうちの人気者なんだよ。お前ら何なんだよ。戦えみたいなノリしてるけど無理なんだよ。戦えねえんだ。おい、この話知ってるか。知らねえな。俺たちはキングコング、一度だけ前説をしたことがあるんだよ。キングコング人生でただ一度だけ前説をしたことがあるんだよ。お世話になったノンスタイルの埼玉スーパーアリーナのライブだよ。忘れもしない。頼まれたんだよ、ノンスタイルから。サプライズで前説してくれねえか。当たり前。するに決まってんだろ。大親友だよ。するに決まってる。俺も梶原も熱くなったよ。ぜひやらせてくださいって言った。石田くんは優しかったよ。ちゃんと前説のオチを考えてくれていた。キングコングの一ボケにつきギャラ100円、10個ボケたら1000円、30個ボケたら3000円。前説の最後にボケ数をカウントされて、最後にグルー、今日のギャラドン、いくらって出るんだよ。たくさんボケて最後ダーンって出て1200円、安っていうところで終わり。そこのオチはね、石田くんは考えてくれてたんだよ。だからこれは要するにだ、ボケの質なんてどうだっていいんだよ。ボケの量をやればいいんだよ。ボケの量を稼いで、たくさんボケたのにもかかわらずギャラこれぐらいでした、安っ、ちゃんちゃんなんだよ。これが石田くんの、天才石田明が描いてくれた脚本だよ。その通りやればよかったんだよ。ところがな、梶原裕太と来たらな、どうしたと思う、お前ら。1万人のお客さんを前に梶原裕太と来たら滑りたくないっていう気持ちがムズムズと湧いて、ボケをこだわり出して、そして手堅いボケしかしなかったな。5分間のうちにあいつが繰り出したボケは3つだ。5分間で3つだ。前説終わりに本日のギャラじゃん、300円、少なの前に、ギャラ少なの前にボケ少なってなっちゃった。石田の脚本が滑った。梶原裕太が
滑りたくなかったから。梶原優太が控えめだから。滑って傷つきたくないから。石田が滑った。ノースタイルのイベント序盤つまずいた。そういうやつなんだよ梶原優太は。なんなんだよお前ら。先週のコメント、モチベがないから前に出れないとか意味わからん。もう一度言うぞ、最後にもう一度言わせてくれ。梶原優太はな、モチベがあっても笑いなんて取れねえんだよ。おい視聴者ども、来週の放送よく見てみろ。来週はキングコングでお届けするよ。よく見てみろ、よく聞いてみろ。あんまり面白いこと言ってねえぞ二人ともな。雰囲気だよ、雰囲気でやってます。 YouTuber と絵本作家のコンビが雰囲気でやってます。お笑いは苦手です。追い込まないでください。おやすみ。毎週キングコング。